ありがとう。見つけたぜ。ここにいたのか。もう逃げられんぞ。覚悟はできてるんだろうな。待って、光、どうした？お願い、トウと話をさせてほしいの。え、そんなの危険ですよ。ごめん、でもどうしても話さなきゃいけない、そんな気がするの。みんなありがとう。ずっと忘れててごめんなさい。あなたは私が捨てきれなかった気持ち、私が作った存在。そうなの。はあ？カンジ君、しばらく様子を見てみよう。全部思い出したわけじゃない。でも分かるの。私はずっとお前を見ていた。ずっとずっと。私、あなたが怖かった。いつも目を背けてた。向き合えなくて怯えていた。それがどうしてなのか、やっと思い出したよ。自分の心を壊そうとしていた私を、あなたに見られることが怖かったって。そうだ、お前は私から逃げたんだ。自分が傷つかないために。こんな私、見られたくなかった。こんな自分になったのは仕方ないんだって思い込みたかった。だから私は自分を納得させるために歪んだ映画を見続けてたんだ。ひかりちゃん。それでも私、心の奥では捨てきれなかった。あなたを忘れられなかった。忘れたくないって思っ。それが分かったところで、お前は何がしたい？私はここから出たい。この映画の結末を変えて外に出る。お前にその覚悟があるのか？ここまで来たのはお前の力じゃない。お前はそこの奴らと違って弱いのに。向き合うこともできずに逃げ続けた弱い自分を。全てを捨てれば誰にも責められない。傷つかずにいたいんだろう。違う、それはやめて。そうだ、お前は一人じゃない。ああ、我が輩たちのことを忘れてもらっちゃ困るぜ。みんな。
話してどうにかなる感じじゃない。やるよ。巻きついてる。おい、光が作った存在と言っていたが、攻撃しても平気なのか。このままにしたら光が危ない。とにかく守れ。光ちゃん、ここは私たちに任せて。し、手出させるかよ。行くぞ、こら！完全に暴走してるな。みんな、注意しろ。大丈夫、私たちなら勝てるって信じてる。やるか。さあ、やろう。冷静に行こう。やるよ。アリアドネピカロ、隙あり。ここは僕が引き受けよう。よし、アステリウスピカロ。イザナギ、いけイザナギ。メサイアピカロ、ねえ、あの目ってもしかして。ええ、あれが弱点のようね。ってことは、目のあるとこをぶったたけばいいんだな。了解です。一気に決めるであります。いい感じ。これなら思う存分やれそうだ。必要か。やってやる。行くぞ。待て、敵情報を送るぞ。違う、あいつを狙おう。行くよ。みんな立ち上がれ。メサイアピカロ、イコロセ、ロビンフッド。アリアドネピカロ。アステリウス、ピカロ。ヒヨミ、ピカロ。甘いな。無駄だ。移動する目を狙うんだぞ。やるか。行こう。違うな。どれどれ。
敵情報を送るぞ。行くぞ。さあやろう。いいね、実にいいよ。違うかな。やるよ。待って、ちょっと待って。ここは僕が引き受けよう。みなぎってきた。来い、アルフェンス。アルセール。イザナギ。行け、イザナギ。オルフェウス。甘いな。移動する目を狙うんだぞ。行くぞ。畳みかける。あいつが狙い目だな。あいつは任せてくれ。行くよ。イザナギ。行け、イザナギ。僕の実力を見せる。アリアドネピカロ。もう、なんで避けるの。メサイアピカロ。無駄だ。移動する目を狙うんだぞ。やってやる。任せてくれ。仕掛けよう。これはチャンスってことだね。僕なら弱点をつけるよ。違う。ロビンフット。清見ピカロ。清見ピカロ。来い、オルフェンス。アリアドネピカロ。もう、なんで避けるの。アステリウスピカロ。移動する目を狙うんだぞ。どれどれ。この力だ。違うな。そうじゃない。やるか。よし、あいつを狙おう。行こう。あいつを狙おう。急所狙いで。待って、
イコロセ、ロビンフッド。アステリオス、ピカロ。メサイアピカロン。遅い。僕の出番かな。ここは任せて。うん、任せたよ。行くぞ。行くぞ。このまま畳みかけよう。送るぞ。違うな。あいつは任せてくれ。いいね、実にいいよ。邪魔するならこうだ。次いけるよね。アリアドネピカロ。アステリウスピカロ。頼む。お、サポート可能だぞ。いつでも言ってくれ。了解したよ、ナビ。やるか。あいつが狙い目だな。僕の力をお見せするよ。やるよ。みんな助けるぞ。僕の実力を見せる。アリアドネピカロ。アステリウスピカロ。行け、イザナギ。イザナギ。当たれ。すまないが、全力で行かせてもらうぞ。畳みかける。さあやろう。冷静に行こう。行くよ。行け、イザナギ。よくない。くらえ。当たれ。ここは僕が引き受けよう。助かる。アステリウスピカロ。頼む。しろ。了解したよ、ナビ。行くぞ。行こう。あいつを狙おう。やるよ。行くぞ。
それくらい。ジョーカー、頼んだ。くらえ。メサイアピカロ。危険な状態だぞ、無茶すんな。これはまずいな。やるか。仕掛けよう。僕の力をお見せするよ。僕なら弱点をつけるよ。遅い。ロビンフット。ジョーカー頼んだ。これでどうだ。おい、立て直せるか。これはまずいな。これはチャンスってことだね。みんな立ち上がれ。ゲルトナ。もらった。くらえ。くらえ。こいつ強いぞ。注意しろ。わかったよ、ナビ。冷静に行こう。違う。バカな。邪魔するなら、こうだ。ジョーカー、頼んだ。これでどうだ。ペルソナ。助かった。強いぞ、注意しろ。了解したよ、ナビ。さあ、やろう。行くよ。くっ、うわくらえ。ここは僕が引き受けよう。ありがとう。そこか。任せた。弱点か。みんな、あそこを攻撃だ。やってやる。行くぞ。行こう。さあ、やろう。僕の力をお見せするよ。このチャンス、生かしてみせる。アリアドネ・ピカロ。クロ、次は頼んだ。アステリオス・ピカロ。ペルソナ。よし、行くぞ。オルメウス。強いぞ、注意しろ。了解したよ、ナビ。行こう。冷静に行こう。やるよ。イコロセ、ロビンフット。来い、オルフェウス。奪え、アルセイル。キヨミ・ピカロ。
何があったんですか？嘘、敵の反応さっきよりも強くなってる。嘘、マジかよ。来ます、皆さん。そんな弱点じゃなかったのか。やるか。さあやろう。違うな。行こう。行くよ。体が動かない。このままじゃ。次はジョーカーの番だよ。今がチャンス。ダメだ、このままじゃ。そうきたか。思い通りに動けない。軽いね。無駄だ。程度か。みんな、このぐらい。なぜ動かん。苦しい。けど光、今絶対助けるため。みんなこのままじゃ。違う、こんなの。待ってて、みんな、私が何とかしてみせるから。ダメ、危ない。おい、光。私、みんなに助けてもらった。だから、今度こそ。みんな、私が助けるから。必要だったら言ってくれな。そうきたか。思い通りに動けない。負けないで。私にもできること。そうきたか。何かに縛られてる。クソ、思い通りに動けない。みんな頑張って。ペルソナ、ありがとう、助かった。甘いな。なんだと。僕の実力を見せる。いいぞ、聞いてる。そうきたか。さあやろう。ちょっとまずいかな。思い通りに動けない。みんな頑張って。ロビンフット、ペルソナ。どうもありがとう。この程度か。貴様、もらった。
みんなの力になるなら。行くぞ。シシ、どれどれ。そうきたか。僕の力をお見せするよ。急所狙いで。みんな頑張って。なんだと。何程度か。ジョーカー、頼んだ。私の応援がみんなの力になるなら。そうきたか。何かに縛られて。クソ、みんな負けないで。この程度か。これだ。みんなの力になるなら。違うな。そうきたか。そうきたか。こんな方法を使ってくるなんて。みんな頑張って。アステリオスピカロ。ちょいっとね。いいぞ、聞いてる。やってやる。そうじゃない、違うな。そうきたか。何かに縛られて。クソ、思い通りに動けない。頑張って。アステリオスピカロ。任せた。倒れるわけには。きつい。かみんなの力になるなら。行くぞ。そうきたか。行こう。冷静に行こう。おっと。みんな負けないで。ここは僕が引き受けよう。助かる。アステリオスピカロ。ペルソナ。礼を言うよ。ガブ。それくらい。いいぞ、聞いてる。僕の力をお見せするよ。バカだ。くそ、避けられた。私の応援がみんなの力になるなら。お、サポート必要か。そうきたか。
何かに縛られて。みんな、クソ、負けないで。私の応援がみんなの力になるなら。何かに縛られて、クソ、みんな頑張って。ペルソナ、これはありがたいね。私にもできること。くそうきたか。冷静に行こう。みんな負けないで。くらえ、ペルソナ。ひょいっとね。なに、くらえ。いいぞ、聞いてる。やってやる。このままだとまずいな。僕の力をお見せするよ。ジョーカーのペルソナが成長だ。さすが、かい。よし、お宝だな。光、出ておいで。光が欲しいと言ってたノート、買ってきたよ。光、どうして出てこないんだい？どうしてお前はそうなんだ？光は優しい子だからね。いつも周りに気を使ってしまう。僕が仕事でずっと留守にしてても、お前はわがままなんて言わなかった。寂しい思いもたくさんさせてしまったのに、僕の仕事を応援してくれてたね。本当にいい子に育ってくれた。でもね、お前が周りに遠慮して笑う姿が少し寂しくもあるんだよ。僕は、光は光らしく思い切り自分の人生を生きてほしい。光の笑顔が、存在が、僕の何よりの生きる希望だからね。ダメだな。なんだか今になって照れてきちゃったよ。光が撮った映画を見られる日を心から楽しみにしているからね。お父さんはいつでも見守っているよ。忘れないね。あの男ってまさか光の。ああ、捨てきれなかった気持ちが作り出した存在って言ってたね。今の映像の冒頭部分ですが、先ほど僕たちが見たものと一言一句同じでしたね。でもさっきのとは光さんへの気持ちが全く違うものに感じられました。ねえ、それより光ちゃんは？血圧、脈拍、問題ありません。一時的な意識の低下だと思われます。よかった、無事だったんだね。さて、こっちはどうしようか。
また暴れ出す危険性もなくはない。念のため縛っておくくらいはしてもいいと思うけど。何回か流れてたあれのことですか？言われてみりゃ、まあホームビデオって感じだったけど。ではあの映像は光さんの家族が撮ったものということですか？そう、いつもそばで見守ってくれた私。光、今は見守った方が良さそうだね。私、お父さんのこと、どうして思い出せなかったんだろう。どうして、間違っちゃったんだろう。お父さんはいつも私の味方でいてくれたのに、ごめんなさい。光、お父さん、時間がかかっちゃったけど、私、もう間違えたりしない。誰に何を言われても迷わない。私は私のままでいいんだって。みんなが、お父さん自分のやりたいことをしてちゃんと自分の夢を叶えるから。絶対に映画を見に来てね。ああ、楽しみにしているよ。私、必ず招待状を出すから。しまったけど、大丈夫なのか？多分だけど、大丈夫。おそらく、あれはひかりちゃんの意識が作り出した幻だったんだと思う。幻？きっと、私のパレスの時と同じ。あれは、認知の歪みが生んだ虚像だ。ひかりの認知が歪んでたから、現実の父親とは違う姿になってた。ここはパレスとは違うみたいだが、光の認知とは決して無関係じゃない。その認知が正されたから元の父の姿に戻ったということか。それにしても、どうしてあんな姿だったんだ。夢
メージってのは受け手の精神状態によって歪むんだ。だからネガティブな気持ちでイメージすれば、親だって化け物みたいな姿になる。そうだ、俺たちもそういうのは散々見てきた。私思い出してきた。お父さんと私のこといっぱい出てくる。話なら聞いてやるぜ。吐きたいときはよ、吐いちまえ。みんな聞いてくれる？ありがとう。お父さんはね、映写技師なんだ。映画好きでいろんな映画を見せてくれた。人生は自分が主役の映画なんだ。だからとびきり素敵なものにしないといけないよ。そう言っていつも私のことを撮ってた。主役。とってもいいお父さんですね。うん。でもいつの間にかお父さんと話すことが怖くなってたの。お父さんが望む私はミュージカル映画の主役みたいに前向きで、誰からも愛されて、こんないつも周囲から浮いて怯えてる私なんか違うって思い始めた。大切な人の期待は裏切れないか。自分の言葉やすることを誰かに否定されるたびに自信が持てなくなって、私お父さんに何も言えなくなった。小学校でクラス中から責められた時も、中学で孤立した時も。でもひかりんのお父さんすごく心配そうにしてた。クマ、心配されるほどどうしていいかわからなくなったんだと思う。高校に入っても周りと馴染めなくて、おばさんも父親に迷惑をかけてるって。私お父さんに嫌われたくないし、迷惑にもなりたくなかった。だから。でも親父さん本人が言ったわけじゃないんだろ、迷惑だなんて。なら一度ちゃんと話し合った方が。そんな簡単にできないよ。毎日仕事で忙しそうなお父さんに自分のことで心配かけられないよね。ノワール、きっと私は壊れる寸前だった。そっと押してお前はそうなんだって。その言葉を聞いた時、目の前が真っ暗になって、全てが否定されたように思えた。うん、お父さんはそんな意味で言ったんじゃなかった。でも私はまた自分を責めて、最後の心の糸が切れたように感じた。こんな私なんかお父さんもがっかりする、そう勝手に思い込んで逃げたんだ。自分を肯定するためにあんな映画を。私もういい。自分を責めるな、オーバーキルだ。自分ばっか責めてたら自分の心が死ぬ。そんなことしたってお父さんは喜ばない。双葉ちゃん、大切な人の期待に応えたい、心配かけたくない、私にもわかります。だから素直に甘えられなくて
人で抱え込もうとしたことも。それがネガティブなイメージに歪んじまったってことか。これは僕の考えだけど、ドアはただの光さんの歪んだ認知だけではなかったんじゃないかな。は？どういうこと？光さんとドアの変化ってリンクしていたように思わないかい？僕たちが映画を変えたからドアが鍵を出すんだと思っていたけど、映画で光さんの心が変わったからドアが鍵を出したとは考えられない？そうだったのかもしれない。映画の結末を見届けるたびに、私ここから出なきゃって思いが強くなって。ドアが光さんの意識が作り出したものだというなら、確かに筋は通りますね。光のここから出たいという気持ちの表れが父親だったということか。ええ、きっと光ちゃんの心のどこかに捨てきれない望みが残ってたんだと思う。お父さんを信じたい気持ちや、本当はもっと自分らしく振る舞いたいっていう気持ち、それが今までの映画に抵抗する鍵となっていたんじゃないかしら。なるほど、銅が鍵を持っていたのもそういうことだったんですね。うん、今ならはっきりわかる、自分の正直な心が。そうか、光は光なりにずっと抗っていたんだな。あとね、私が持ってた招待状、あれ小さい頃に私が書いたやつなんだ。映画監督になるって夢ができた時、お父さんにいつか出すんだって思って。ではあの招待状も映画に対抗する気持ちの一つだったわけですね。全てを思い出し、ここから出たいと願ったから最後の鍵に変わった。うん、きっとそう。絶対に忘れたくなかったんだ。お前結構やるじゃん、一人ギリギリで踏ん張ってよ。あの、でもみんな。ん？どうして謝るの？だって私に勇気があればもっと早く出れたってことでしょ。みんなを巻き込んで私なんてことして。そうだね、映画の中に入るなんて私もワクワクしちゃったし。そうね、クマも映画デビューしちゃってますます大変クマ。なんでお前が大変なんだよ。銀幕スターのオーラをまとったクマの魅力にナオンたちはメロメロですぞ。ちゅうわけでヨスケ、クマのサインを一緒に考えてほしいクマ。アホか、いらない心配してねえで戻ったら真面目にバイトしろっての。あ、ひかりちゃんが笑った。本当にありがとう、私の心を助けてくれて。私約束する、外に出たらみんなみたいに胸を張って生きるって。うん、忘れないで、私たちはいつも一緒だってこと。そうだ、離れてたって心はつながってるんだからな。来た時間も場所もみんな別々だけど、友達ってことに変わりはないよ。
なんかいいですね、こういうの。めでたしめでたしですね。すがすがしい気分であります。